どうもおはようございます。おはようございます。 AUC 会長です。変なサロイさんです。よろしくね。イエーす。兄貴はね、今日ちょっと残業してるとこちょっとね、借り出してもらって、ありがとうございます。すいません。何ですか、今。今やると7時だね、7時。まだ今まで12時までやるんだよ、ここ。あと2時間ぐらい、2時間ぐらい。今日ちょっとね、体調ちょっとあれなんでね、帰ってね。まあ、無理せんように。はい。ということで、今日は、これは。そうなんです。サロってきました。はい、ありがとうございます。もう、兄貴が大好きということで。お、好きです。はい。なぜかと言ったら、やらかいやらかい。やっぱり優しいから。正解。しかも鈴鹿沖で取れるサワラは僕日本一だと思ってるんですよ。そうなんだ。めちゃめちゃうまいです。マジでうまいです、これ。ハードル上げてくれ。めちゃめちゃうまいです、これは。長崎とかで取れるサワラよりも僕うまいんだ。好きです。まあそういうことで今日は時間も時間なんで。そうだね。刺身と炙りだけで時間も時間なんですよね。そうですね。じゃあやってみますか。超特急で。超特急やってみますけど。はいはい、やりましょう。みんな楽しくやりましょう。よしよしよし。はい、じゃあ今ね、ご指名に預かったんで、はい、三枚に下ろしていきます。お願いします。はい、ただ頭を切るよ。はい、どうぞ。頭ね。どうかな。どうなんだろうね。日本一とかなんとか言ってたね、会長が。どうかな。ハードル上がっとるよ。ちょ、切り口見てみる。でも本当真っ白じゃん。うん、油の質をあるな、これ。本当だ、これ会長4本あったよな。俺1本もらおうかな。あ、どうぞどうぞどうぞ。いや、去年あげたじゃないですか。あ、もらったもらった。あれうまかったよな。あれっす。あれか。あれっす。あー、兄貴食ってねえからな、あれ。あ、兄貴は、まあその時はヒゲの兄貴じゃなかった。ただのヒゲだったんです。ただのヒゲって今もそうだ。ただの兄貴じゃない。違う、今ね、パワーアップしてヒゲの兄貴に変わったんです。メーメーがね。これで綺麗に取れたよ、兄貴。わー、試合の取り方はやっぱみんな一緒っすね。サワラそうっすもんね。みんなそうっすもんね。みんなそうそう。サワラの取るでしょ。細ぐ。よし、やるよ。はい、どうぞ。なんせね、マネタがちっちゃいからね。そうっすよね。釣ったばっかでさ、はい、あれでも油がさ、よう回っとるよね。そうなんですよね。不思議だな、これ。だって熟成させたら、それ、うん、ものすごいことになると思いますよ。なるんだ。究極の血抜き やりましょう。究極の血抜き。究極の血抜きやらないです。時間がなんかかかるんで。かかるし、このシンクでは無理です。じゃあ、ほんと無理だよ。やりにくいよ、兄貴。このシンクみたいなの使いますもんね。そうそう、もうこんな大きいもんやれんよ。水漏れ、水漏れ。邪魔だな、これ。邪魔だな。よーよーよー。変な会話よ、うっせぇぞ。おぉ、兄貴、思ったってこれ。俺、いいっすよね。俺の気を散らす気だぞ。いやいや、全然。いきますよ。最初からだって、今日。最初から。おぉよ。一本ね、入れます。こう入れます。でね、どう。完璧っす。完璧で普通だけどな、ここまではな。そこ反対いくよ。調子に乗ると下にくぐるで。できないこと言うんだって。本当に本当だよな、それ。くぐる、これ。うわ、ちょっと曲がってるもんで、ね、あれっすよ、これ。これな、難易度高いよ、これ。で、こうブスッとブスッと刺してね。お、まさか一見できてるよ。おお、これ。うわ、これどう。出たー。これうまいぞ、絶対。これこれうまそうだよな。出た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 。でね、これね、はい、ここでちょっとさ、まさか、これもったいねえじゃん、このチヤチヤしたね。中落ちだ。中落ち、兄貴、これもったいねえじゃんね、これ。せっかくさ、うわ、サワラの中落ちなんてあんま取れんけど、ちょっとつくじゃんな。あの、さばくのがうまいとあれっすもんね。ちょっとある、中落ちちょっと。これどうだろう。俺ね、それどっち。会長、会長、はいはい、まあこれ苦手なんで、はい、お願いします。あ、半身をってことですか。半身をやってください。あ、なるほどなるほど。半身をな。こっちの方が難しい。こっちの難しい。言うなってよ、お前。言うなって。難しいよ、会長。難しいですね、サワラ。こっち会長、こっちに得意なの。大丈夫、会長。取り残してもこいつがある。あ、そうですね。これがある。中落ちにできますから。そう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 。保険作ってくれたよ、最初に。優しい。優しいだろ、俺。自分で保険作って他人に託すんですね。そう。でもこっちはね、本当俺苦手なの、俺。そうですか。なんかね、包丁下くぐるんだよな。兄貴もそうだよな。くぐる。上手じゃないですか、魚のくぐるか、身が残る。どっちかだよな。やりにくい。おいしょっと。いや、僕は会長な、これうまいなと思う。そんなに。でもそんな100点のさばきはなかなかないですよ。でもさ、こっちをさ、いつも見とると動画を、はい、上手に下ろすなと思って、下身を。本当ですか。普通はね、みんな誰でもこの下身がね、やりにくいの。あ、そこまで行っちゃうんだ、会長。会長ね、スタイルは俺たち違うからね。会長そこ、下から全部やるんだ、こう。いろいろありますもんね。そうそう、人それぞれな。よいしょー。どう、オープン、やるぞ。いきますよ、いきますよ。いやー、オープンザミートー。ブラーブラー。あー、こっちですか。おー、おー、きれい。あ、ちょっと中落ち、中落ち。もったいないからな。取れ取れ、もったいないから。回収回収。中落ちうまいからね、これの。
へぇ、サワラの中地獄初めてですよ。あー、まだね、モンド取れるとこあるんだ。やるわ、次。会長はさ、今日は兄貴のとこで干物買わんかったじゃん、遅かったから。はい。ねえ、もう港着が3時だったんですよ。そうだよな。あの、今からね、はい、あれ、兄貴のとこで、あれ買ったか、ギース、買ったことある？買いましたよ。買ったか、パッツ、パッツしましたよ。あ、買ったか、そういや、今、新たに最近入ったからって用したら、買ったか。横やりでパッツにしろ、パッツにしろ、言うて、ね、言ったじゃないですか。やったよね。でも最近まだ新入荷したな、兄貴。新入荷しました。あの、うまいんでね。うまいね、もう一回食べれってあれでもパッツァより焼いた方がうまいんじゃないかなって思うんですよね。今度そうそう、今度握りそう、はい、焼いて食べてみて、レビューお願いします。わかりました。レビューでもね、でも本当うまいとか、兄貴のところ俺ね、握りそうはでも俺好きで、俺よ、はい、俺、あの兄貴のところでもらうんだよ俺。意外と油ありますよね。めっちゃあるよな。うまいうまい、あれはびっくりした、うん。でも会長のを見て来てくれるお客さんもおるでね。本当ですか？これでさ、おるおる。あ、今、あの兄貴、うん、おすすめの干物なんですか？今のおすすめの干物。今はもうカマスだよ。おれ、カマス。今はカマス。カマスだよね、うん。ちょっと前に会長カマスの動画やったろ、うん、で、ちょっと腹開きしちゃったんだ。まあ、どっちでもいいんだけど、ね、それをさっき喋っとって、兄貴に弟子入りしたいってことなんで。そうだ。いつでもどうぞ。よろしくお願いします。いいですか？ありがとうございます。カマス、また用意して。取るよ。うん、しれっと作業続けしれっと作業続けよう。作りするんですね。そうです、こうやってね、取るじゃんな。昨日残っとったらちゃんと残ってないのやってください。何を？あ、これか、ね、こっちだ、これな。昨日残っとったっすよ。こんなってお前バラすなって。じゃなくて残ってたな。俺ちょっとね、俺わざとこれと多めに取るんだって、この真ん中の試合前取るだろう。あ、前に言ったじゃんか、俺ね。はい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 、こうあるだろう、ここ。はい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 、みんなね、こういうふうに撮るんだな、会長。へぇー、こういうふうに撮るの。すごい。こう、わかる？会長。わー、こうやって撮るの。なるほどなるほど。で、こっちもここだからね。これはもう無駄なく。そうそう、これこうやって無駄なく食べれるわ。やると、このカマスは、カマスさっきからカマスの話ばっかりしてた。そうそうそう、間違えてた。これさ、これはさ、綺麗に撮れるんだって、このむっちゃ綺麗に撮れるじゃないですか。これわかる？もうあと、じゃあ本当にベラベラだけです。ベラベラだけになるの。だで、あの、多少真ん中を、なんていうの、血合い骨をあれしてみて、こうこうに綺麗に取るんです。へ、ね、ベラベラステーションだ。バッチリ。じゃあここまでできたんで、会長。はい。こっから盛り付けの、盛り付けタイムなんで、会長お願いします。はい。じゃあこれね、炙る。炙る。炙りましょう。炙レンジャーって。まあ、会長今日狂っとるからな、朝から。朝から、ね、朝早いでね。朝早いからね、狂っとる、このとこ。どこあれ、今考えられ。切り込み、切り込み。切り込みこれなくていいな。嘘。多分大丈夫。こいつは大丈夫。グルーになりますよ。切り込み入れましょう。切り込み入れるのか。入れましょう、入れましょう。入れるの？どうぞどうぞ。入れた方がいいですよ、これ。そうなんだ。めっちゃグルーになりますよ、これ。そうなの？めっちゃグルーになります。よし。よし、まず焼いてください。で、はい。いや、僕これ、サワラ、実は、なんか、切ってからの方がいいんですよね。グルーになるんだ。そうなんですよ。僕、サワラは切ってからやす。入ってくれたもんなぁ、俺乗しちゃったのに。乗しちゃったし、塩振っちゃったし。塩振るんだよな、でも。塩も振ります。じゃあ、はい。今思い出しました、僕。遅いって思い出すのか、一応。もう脳みそが溶けてますね。本当にもう。トロトロです。ちょっと今日疲れてるからね。4本目ですからね。4本目だな、本当に。朝4時から。そうですね。よし、あっ、ね、ね、これ乗っけて、ね、はい、麺、はい、麺、オッケー、はい、焼いちゃって、麺、焼いちゃって、よんちょいちょいちょい、オン、ファイヤー、ファイヤー、うまそう、うまそう、クルクルになるんですよ、これ、クルクルならんじゃん、クルクルなる、なるんですよ、これ切らんと、あ、切らんとな、あ、油あるんだ、やっぱり、切ると、こんな感じで、バッチリです、これで。これうまいな。もう欲炙りでいきたいと思います。はい。あ、やべ。出らまいた、出らまいた。ぐるぐるになった。あれ。オッケー。よし、じゃあこれ冷蔵入れるわ。冷蔵入れましょう。暑いっすね。まあ、暑いからな。あちちなんで。あちち。乾きお願いします。乾きします。はい。ブンブンブン。サワラは引きやすいっすね。引きやすいね。引きやすいか？結構引きやすいと思いますけど。そうなんだ。会長、うまいな。うまい。うまいな。うまい、今の。ババーン。うまい。バッチリ、バッチリだ。オッケー。うまそう。会長、うめえな、皮引くの。そうですか？おー、うまい。いやいや。じゃあ、これうまい。これなかなかむずいよな。いや、器用に。うん、うまい、うまい、うまい。あ、でも。これ出んの、これ出んの。これ筋があるもんね。これで合っとるはず。ちょっと浮かすんですよね。そうそう、これここが筋があるからな。ギリギリすぎると、これが。あ、ダメダメ、筋がこっちに残るんですよ。そう、筋がこっちに残っちゃうからな。
バッチリバッチリだ、100点、はい、あ、100点出ました、ありがとうございます。すぐ100点出るよ。出るの？すぐ100点出るよ。そうだろう。大丈夫大丈夫、いいっすか、大丈夫、すぐ出るから。すぐ出んしょ、俺。よし、じゃあ刺身を兄貴に切ってもらおうかな。やだやだ、なので今日はね、兄貴ちょっと違うはずですね。まあちょっと体調不良だもんね。下手だもん。本当は切ってもらうっていうドッキリだったんですよ。でもね、やだ。そう、でも兄貴ちょっと体調悪そうなんだ。体調罰ですね。そうそうそう、あんまりね、いじめちゃダメです。はい、わかりました。はい、お願いします。よいしょ、切っていきます。はい、お願いします。いや、はい、まだ出るんじゃん。もう出ないっす。出ないな。あ、まだ出ます。最後ケツに出るんだね。おケツが。でもめちゃくちゃ本当乗っとるな、これ油。本当の話だな。めちゃ乗っとるじゃん。よいしょ。あー、さあさあさあ、これこれ余り？余りっす。余り？余りじゃん、もらう。これうまそうじゃん、これ余りもこれ、このままこういって、うん、このままこういって、全部いっちゃうんだ、うん、全部いっちゃって、ここで、これをこういきましょう。すだちやるか。完成しました。みんなで作ったサワラの4点盛りでございます。最高。ありがとうございます。食べていきましょう。食べていきましょう。はい、手を捨てて、はい、いただきます。今日は会長、大物捨ててくれてご苦労さまでした。ありがとうございました。じゃあ俺この中落ちから。あ、じゃあ僕も中落ちから。マジで。じゃあ俺は炙りから。炙りめっちゃ食いたいもん。これね、うん、めっちゃうまいぞ。そう、いや、ほんとほんとほんと。いただきます。これうめえな。うまっ。おぉ、中落ちもうまい。溶ける。うん、これ溶けるよ。いただきます。ほろほろっすよね。ほんとうめえって、中落ち。うまい。醤油がすごい、これ油が。中落ちうまね。うん、これうまいだろ。うまいだろ。中落ちも捨てたもんじゃないですね、全然。うん、いや、取った方がいい。うん、なんならこれ一番うまいかもしれん。いやいや、刺身いただきます。じゃあ本当に一番うまいかもしれん。なんなら本当に。どうした？塩。塩？うん、なるほど。炙り塩。炙り塩の方がおったかもしれないですね。シャライ炙り塩とか。シャライ炙り塩。シャライね。うわ、うまいと思う。寿司屋さんか。寿司屋さんか。炙り塩。うん、ほんとかよ。ほんとかやな、お前。ほんとだって、ほんとだって、かぼすじを。ちょっと吸ってみよう。ちょっと。ほんとに？かぼすじをいいかもしんないですよ。かぼすやんの、これで。かぼすじを。うわ、うわ、あ、いった。うわ、やったな。お寿司屋さんじゃねえか。うまい。寿司米があったな。これやったな。いただきます。すだち合う。すだち合うよ。合う。これさ、うん、ご飯がないからさ、うん、これシャリに見立ててな、こういうふうにな。見立て、はいはい、手を見立てて、うん、こうするだろう。握ってください。で、こうやって、ね、こうやってね握ってくださいよ。塩うまっ。つけるじゃん。塩うまいよね。つけて、めっちゃうまい。塩いいよね。びっくりした。よし、つけて、カボスやだろう。うわ、こう寿司、こうやってね。サワラ寿司だ。サワラ寿司、いきます。信用だな。本当信用だな。これがトロットじゃん。うん、あ、やってみ、嘘じゃないから。僕もやってみますよ。じゃあ、嘘だったら怒りますよ。じゃあ、嘘言わんって、サワラ寿司うまいって。サワラ100番寿司だからね、米が入ってねえっていう、サワラ寿司。流行るよ。うまい。流行る。サワラ会長、うまい。うまいね。うまい。あ、サワラ寿司うまい。ほんとに。やってみよって、嘘じゃねえ。じゃあ、ほんとだって、嘘でよな。自分で食った方がうまいでしょ。違うって、サワラ寿司やってみれって。2個の食感がな、ハーモニーを生むんだぞ。そうだ。嘘じゃねえし。サワラ寿司ね、新発見だよね。これうまいね。新発見だよ。手で食ってみよ、サワラ寿司だから。手で食ってみよ。寿司ですね。よし、サワラ寿司。うまいと思うよ、ほんと。サワラ寿司、あれだと思う。うまい。うまいだろ。うまいだろ、サワラ寿司。マジだろ。今日はマジだわ。ほんとハードル高かったけど、うまいわ。言うてもと思って。言うてもと思って。俺もさ、サワラ今年さ、十何回食っとんだって。今年安いもんで。でも今日のが一番鮮度もいいんだけど、油もあった。これ本当。本当ですか。うん、チャンピオン。お世辞抜きで。お世辞抜きでサワラのチャンピオンでした、今日が。俺も久々食べたけど、だいぶうまい。だいぶうまいよな。だいぶうまい。これマジでだいぶうまい。だいぶうまい。本当にうまい。いや、嬉しいです。ありがとうございました。また次回もね、釣ったら俺と兄貴の分を持ってください。任せてください。兄貴前回のブリの動画を見て怒ってたんで。本当にあのブリ食べたかった。怒ったよな。で、俺たちね、あれ食べたのに食べたら美味しくなかったっていうな、あれマジで。今度ヒミブリ入ったらヒミブリやるんですよ。お、もう日本一の。これも最初に予約。
箱、はい、箱だけじゃないだろうね。青箱だけじゃない。箱だけじゃないだろうね。ちゃんと中身も。はい、分かった。あの切り身でいいんで、切り身でいいんで僕ら。切り身で。いただきます。じゃあ。そう。本当だね。約束、約束、約束。もう先約で。本当にうまいブリ食いってもんな。うまそうだったもん、見たから。じゃあ、そういうことで、今日は。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。長い時間、ありがとうございました。ありがとうございました。魚おじさんの方でも、なんと今日は上がりますね。ヒゲの兄貴の魚バージョンをさばいて食べてみたという。ほんとはヒゲの兄貴に食わしたかったんだけど、ほんとそうだって。そう だ, そうだけど、あんたさ、今日忙しいって言ったじゃん。忙しいよ。忙しい中、一本だけ出てもらったんだからな。体調ちょっと悪いしな。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回、高校期待チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。タイミングが分からんかった。さっきね、俺聞かったんだってタイミング分からんかった。普通だからバイバイってやるじゃん。さっきさ、俺チョキ出すんだもん、反則。俺やるなと思ったんだ。はい、お疲れさん。ありがとうございました。よし、じゃあ送ってたるわ。片付け読みます。おはようございます。